なんてことだ。俺の愛する焼きそばパン、ラスイチが目の前で売り切れた。私のが一歩早かったね。僕が先に2個買っちゃったからかな。2個あるんなら1個譲ってくれよ。あ、でも1個はリーダーに頼まれた分なんだ。ウグイスパンなら残ってるぞ。こんなところでも世界はお前らに甘く、俺に冷た。ああ、君たち会長を見かけなかったか。いや、今日から登校するって言ってたけど。そのはずなんだが、まだ生徒会室には顔を出していない。3年の教室にもいないし、ひょっとして午後から登校するつもりか。会長って生徒会長さん？ああ、そうか。領事まだ会ったことねえか。うちの学校って結構女子のレベル高いじゃん。その頂点に君臨する女王様よ。またそんな言い方。女王様？容姿、頭脳、家柄、すべて5つ星。おお。そして厳しさも5つ星。いや、7ぐらい入れてもいいかな。まさに女王様というわけですな。まさに女王様というわけです。たく、これだから男って。どうでもいい。統率力にも5つ星を入れてもらおう。生徒会長としての手腕は尊敬に値する。素晴らしい女性だね。しかし今は少々揺らいでるがな。ご家族に不幸があったとはいえ、大きな行事の前だ。こう休まれては運営に支障が出ている。ちょっと、それは仕方ないでしょ。まあ、放課後まで待ってみるか。もし会長を見かけたら、小田切が探していたと伝えてくれ。わかった。では。ああ、そうだ。君、今日は空を見たかい？いや、飛行機雲が浮かんでいたよ。それに空気が澄んでいるのか、遠くの山がよく見えた。後で見てみるよ。おすすめする。では。飛行機雲？あの人あんなキャラだったっけ。思うところがあったんだろう。せっかくだし今日は屋上でお昼にしない？おすすめの雲と山を見ようよ。あ、そうだな。たまにはいいかも。決まりだね。ああ、いい風。でも飛行機雲は消えかかってるね。ああ、朝飛んでたんかな。あ、本当だ。山がくっきり見えてるな。あの橋、ムーンライトブリッジも大きく見えるね。夜ここへ来たら夜景が綺麗だろうな。そんな時間に学校入れねえから。こっそり忍び込んでみちゃったり。絶対やめてください。なあ、腹減ったよ。ベンチ座って飯食おうぜ。賛成。あれ、みんな。あ、ふうか。おーす。こんにちは。はじめましてかな。ふうか、噂には聞いてんだろ。うちのクラスの転校生、望月良二。よろしくね。E組の山岸風花です。よろしく。風花さん。柔らかな響きの名前だね。あなたにとても合ってる。ありがとう。息をするようにナンパすんなって。ところで、僕って噂になってるの？ものすごく。超絶ナンパし現る。でも全校で噂だし。少し誤解があるようだな。誤解って言葉の意味を分かってる？ふうか、そのじょうろって。ああ、そうなの。あのね、平賀先輩から昨日のことを聞いたの。私も水あげなくなっちゃってたから、お花さんにごめんなさいって思って。花壇の水やりに？なんて優しい人だ。そんなことないよ。リーダーが先にやってくれなきゃ忘れてたんだし。へえ、よく気がついたね。人から聞いて初めて知ったんだ。風花は前からこの花壇のこと知ってた？うん、夏の暑い間まではお花が咲いてたし覚えてたんだけど、涼しくなってからは忘れがちになっちゃって。結構前から世話してたんじゃん。偉い。植物に詳しい風花が世話してくれてるなら安心だ。手伝うよ。重そうだ。ありがとう。良二君こそ優しいね。ありがとう。
心渋っちゃってまあ。あ、これがテクニックか。メモメモ。忘れててごめんね。なんだか嬉しそうだよ。わかんのかよ。これでこの花壇が元気になったら、来年また花を咲かせてくれるんだね。楽しみだな。うん。もう忘れないようにするからね。こんな小さな花への思いやり、風花さんみたいな、そんな優しさに溢れてるから、世界は美しいんだね。美しい？うん、美しい。山も海も空も、みんなキラキラ輝いてる。生まれたての光みたいに。まあ、いい眺めだけど。こんなに美しいのはね、みんなが優しいからだと思うんだよ。優しいから？この世界にはたくさんの人が生きてる。みんな生きてる。みんないろんなことを思いながら日々を送っていて、いろんなことを喋って、いろんなことをしてる。そうやってこの世界が成り立ってる。そうやってできてるこの世界が美しいのは、みんなが優しいからじゃないかな。すっごい理屈。でもなんかいいね。それ涼二くん自身がすごく優しいんじゃないかな。だから涼二くんが目に映すもの全部が美しく見えるんだと思う。そうかな。世界は自分の中にある。あ、ううん、そんな感じ。前に天田が言ってた。うわ、どこまで大人なの。じゃあ僕が世界を愛しいと思ってるから世界が美しく見えるっていうことかな。あ、ん？どうしたの純平？いや、なんか千鳥のことを思い出してさ。例の彼女さん？彼女じゃねえけど、千鳥が描いてた絵のこと。前衛的とか言ってたやつ？うん。初めて会った時、ポートアイランドの駅んとこで風景描いてたんだけど、芸術が爆発してたんだよな。それで印象に残って、なんつうかトゲトゲしいっていうか攻撃的な感じだった。色も暗くてさ、風景だけじゃなくて何描いてもそんな感じだけど、それってさ、千鳥には世界があんな風に見えてたんだよな。全部が敵で興味もないっつうか、諦めてる感じでさ。純平くん。でもさ、千鳥がこないだ言ったんだ、世界が眩しいって。俺天気いいからなーとか言っちゃったけど、そんなことじゃなかったのかもって。それってきっと世界が変わったんじゃないよ。あ、きっと千鳥が変わったんだ。それに純平もね。あ、俺は変われてねえ気がする。もう来ないでとか言われて一歩も動けてねえっていうかさ。くじけちゃダメだよ。千鳥さんの心を開くのは純平くんにしかできないことだと思うよ。うん、純平を頼りにしてると思う。ああ、そうだな、そうだよな。千鳥には話せるやつは俺しかいないんだよな。あの子のナイトなんだろ。え、ああ、ちょ、お前恥ずかしいセリフ掘り返すんじゃねえよ。恥ずかしくないって。かっこいいよ純平。うん、かっこいい。ああ、うん、わかったよ。まだ頑張ってみる。今日も早速。あ、教室に戻らなくちゃ。え、あ、昼飯食い終わってね。すっかり話し込んじゃったね。でも素敵な話がたくさん聞けて嬉しいな。いいから行くぞ。